遅っ。じゃあね。じゃあね。お兄さん、結構進みましたよ、表参道から。というわけで、なんで片言なの。もう僕ギャルメイク生活恥ずかしくてたまりませんでしたよ。これ以上過酷な1週間を次のやつやさなきゃいけない。さあお前らに選択肢を与えてやろう。やるかやらないか。やらないです。やらない。違う、聞け。最後まで話しましょう。何も聞こえないんだよ。次の挑戦者はこちらです。ボンボン、どうぞどうぞどうぞ。そうそう、だいぶ空いてるじゃん。おお、空いてる。関係ない。というわけでね、次の企画、1週間移動手段三輪車生活。三輪車、あのおばあちゃんとかが乗ってるやつ。違います、子供用です。いやでも絶対さ、ロケとか行くわけでしょ。はいはい。それはさ無理じゃん。歩く時だけでいいです。なるほど。車は OK です。例えばこっからま近くにコンビニあると思うんですけど、そこまでは三輪車とかで行ってもらいます。ああ、なるほどね。ただ建物内とかやっぱそれ迷惑かかるので、その建物に行く時の歩く時とか、そういう時のみ三輪車生活していただきます。三輪車持ってます。持ってるわけがない。あ、持って、買ってください。というわけでね、これから1週間、のりさん三輪車生活頑張ってください。それでは行きましょう。レッツ三輪車。ズルズル。どうも。毎日健康、三輪車生活です。当然のごとく持ってないからね、三輪車。ということで、おもちゃ屋さんに来ました。トイザラスです。ここで俺の相棒、1週間お世話になる相棒をね、ちょっと買っていこうかなと思う。恥ずかしい、買うの。買いましたよ。対象年齢がね、1.5 歳から25歳、はい、よく見て。25歳4歳だ。待って、これ絶対体重でぶっ壊れるやつ。とりあえず行きましょう。とりあえず行きましょう。はい。どうした勇気、どうやって飽きるんだ。どうやって。あれ分からんぞ勇気。あ、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 来た。ちっちゃ。なんで俺バレンシアガでこれ乗らないといけない。おっそ。うわ、これやばい。飛ばすぜ。おお。ダメです。こういう生活なんだよ。これ筋肉痛やばそうだな。これやばい、うん、相当辛い、これは。結構スムージー、うん、やっぱ1日目だからな。どんどんやばい、やばくなってくる。あー、でもなんかミシミシいってんの。あもう。ちょっと都内の方に来てますけど。ああ、行きましょうか。あ、いや、待って、待って、お、何しよう。アウトー。一週間、歩くときは三輪車ですよね。え、僕、一緒に積んでありまーす。もう持ってきてんの。持ってきてんの。持ってきたよ。もうええー。いや、いや、いいじゃん。これ坂道なんだからさ。で、めっちゃきついやんけ。子供の頃思い出して。すいません、クソガキ。広げるとき超かっこいい。うお、普通じゃん。え。やっぱり一旦停止とか。危ないから、やっぱり結構やばいんだよ。やばいね。俺あとこれ一週間たら持たんで、これ持ちます。滑ってんの、ね、なんなんこれ。血を捉えてない。スポーツしたらこのスルってなんねん。やばいやばいやばい。あ、いいよ。おいよ、いいよ。来た。もうすぐ血捉えよ。ドア、ドアあるよ、ドアある、ドアある、ドア、そこにドアあるよ。どこどこ。右のドア、右のドア。これこれこれ。そこで一回停止してください。はいはい、オッケーです。ちゃんとそこ置いといて。はい。スポーツしてた。おはようございます。おはようございます。ただいまね、深夜4時。ラーメン行こうと思うんだけど、例の海苔なんだけど。外出全然せえ。そんなんじゃもう思んねえから、連れ出して、うん、ラーメン一緒に行こうぜ。寝てるけど、追い越した。カモンベイビー、カモンベイビー。おはようございます。おはよう。行くぞラーメン。よいしょよいしょ。じゃあ連れて行くぞ。はい、連行。強制連行じゃ。おおおおおい。朝飯行くぞ、朝飯。まあ当然お前は三輪車でだ。ああ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 。のりさん、ん、ここで降りて。え、いやいや、もうそこやん。見たいのよ、俺は三輪車漕ぐお前を。そうね、この定位置からね。これやばいね。
来る。これやばい。これやばい。おっそ。まあ、お酒ね。じゃあな。おい。じゃあな。いた。いた。ちょっと駐車するわ。あー、すごいすごいすごい。あー。いやいやいや、おきっぱ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 。すぐ持ってかれるの。いらねえよ。早い。意外となんか慣れてきたね。意外と早い。ここか。あとここ。あ、ここここここはガチだ。ここガチ。ここが正規だけどね。負けねえ。あの俺は負けねえ。自分の言葉を曲げねえ。それが俺の人道だ。てめえら。ちょっと俺は相談がある。こいつなんだけど。ああ、三人者ね。まあ、ちゃんと直入に言うと、名前決めてあげたい。愛着湧いてきた。まあ徐々に。はいはい。はい。何？リボン。嫌いなんだよね、三人者。お前それ本気で言ってんのか。いやもう本気で出たらこうやって一緒に動画撮影しないでしょ。若林で行こう。ノリ、ノリ。腹減ったんだよ。俺も腹減った。なあ、多分。うん。俺も腹減った。どこ行くか。よし。買ってきて。え？俺じゃあハンバーグ。え？買ってきて。ご自慢の若林で行ったらいいじゃないですか。3分ぐらいで着くとこなんだけど、これ多分相当時間かかる。おお、はいはいはい。はい。こんにちは。横断歩道ピンチだね。これやばい。なかなか渡れ。よし、行け。ゴーゴーゴー。はいはいはい。来た来た来た。ゴーゴーゴー。はい。やばくない滑り方。来ました。来ました。5mm。 かっけえ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 。はい、よし、帰ろう。帰ろう。ちょ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 。あるよ。え、ある。うん、あるな。誰あれ。若林置いてくな。え、かわいそう。あれ邪魔だから。いやいやいやじゃない。ええじゃない。うわー、怖いんだ。おおおお、危ない危ない。うまっ。今のうまっ。超うまいっしょ今の。はい。え、ちょ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 。あ、おはようございます。何してんの。あ、今日ちょっとあの都内の方に打ち合わせあるんで、はい、ちょっとね電車で行ってるんでね。だとって担ぐのはキモい。なんでいちいち格好つけてそれ。見たことある三輪車持ってるやつ電車。ええー、これ三輪車じゃない。若林じゃないぞ。行くぞ。お前この前サブで言ったもん、キングダムみたいやってたじゃん。一回読みました。おお、カメラの前の皆さん来ましたか。僕の好きなものの話のおかげでファンが一人増えましたよ。一回読みましたよ。続き読もうとは思いませんでした。やべ。いや、ちょっと待って、ちょっと待って。何し、え、何し、心霊現象歌ってるとかそういう感じじゃない。ちょっと覗き見方。笑ってるで。え、何してんの。電話か。電話だよ。行きますよ。何してんのお前。何してんのこれ。あれやん。ノリさん、ノリさん、ノリさん、何してんのですか。若林と風呂。若林と風呂。いや、俺もちょっと恥ずかしかったけど、いや、まあ一緒に入ったのかなと思って。じゃあ俺、小学校以来よ、こうやって人と一緒に入るの。人じゃない、人じゃない。いや、でも気持ちいいって言ってるわ。いや、怖い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 。お前、お前、それは、それは一番おもろい。なんでやねん、お前。何さ、きつい。え、てかさ、お湯汚くねえ、お前。え、12月のプールか、お前それ。あともう明日でラストですから、ちょっと明日お出かけ行こうかなと。表参道なんですよ、兄貴。今からビトン行くから。ビトン行けないですよ。ええ、会えないです、それじゃあ。ありがとうございました。お疲れ様です。お兄さん、え、結構進みましたよ、表参道から。どこゴールなんですか。グッチ。グッチまで行く。グッチ、グッチ。絵面やばいで。おーい、お兄さん、ここグッチですよ。え、もうグッチです、グッチです。
ガチのやつ。え、ガチだよこれ、ガチ。これガチっす。じゃあ行きます。ほんとに表さんと出来になりますよこれ。